それにしては。マタイによる福音書の25章の一節。マタイの25-1。マタイの25。の1から13までお読みしましょう。はい、そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える10人の娘のようです。そのうち5人は愚かで5人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが油を用意しておかなかった。賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。花婿が来るのが遅れたので、皆うとうとして眠り始めた。ところが真夜中になって、ほら花婿だ、迎えに出ようと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは、賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。そこで買いに行くと、その間に花婿が来た。用意のできていた娘たちは、彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。その後で他の娘たちも来て、ご主人様、ご主人様、開けてくださいと言った。しかし彼は答えて、確かなところ、私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。真夜中にしんしんと灯火だけが静かに燃えている。そこに突然声が響き渡ります。町に待った方が来られたぞ。非常に緊迫感あふれる場面です。灯火を携えて待つ乙女たちという例え、として知られる聖書箇所です。10人の娘たちは花嫁の友達、結婚式の情景です。ブリューゲルが描いた農家の素朴な根源の情景を思い出す方もあるかもしれません。テレビもラジオもない当時、このような宴会はですね、まあ、音楽あり、踊りあり、笑いあり、また仲間と共に食べ、飲み、語り合う、まあ、心底楽しい時でありました。労働の辛さを忘れる時でもあったでしょう。さて、10人の娘たちは花婿が門前に到着すると、手に灯火を掲げ、その花婿をエスコートして、花嫁の待つ家に入る、まあ、大役であります。宴は夕方に始まるはずだったのですけれども、どういう事情か、花嫁の到着、花婿の到着が遅れてですね、まあ、真夜中にずれ込んで、しまいました。はじめは話し興じていた彼女らも、皆眠気がさして眠り込んでしまったというのであります。ところが夜のしじまを破ってですね、あたかもそれが思いがけない出来事かのように突然叫ぶ声があります。さあ、花嫁様の、花婿様のお付きだよ。さあさあ、迎えに出てきておくれ。十人の娘は皆はっと目を覚まします。そして灯火を整えた娘たちは迎えに出る。ところが5人の娘たちは自分の油が切れそうなのに気がついた。花婿の登場がこんなに遅くなるとは思っていなかったからなのか、予備の油など用意しておらず、もう火が消えそうな状況なわけです。灯火を掲げて花婿を迎え入れる大役なのに、火が消えていたらもう話になりません。予備の油を用意していた5人の娘たちに頼みます。私たちにも分けてちょうだい。まあ、それへの答えは決して意地悪ではないのですね。ごめんね、分けてあげるほどは
ありません。元の言葉では、足りなくはないということは決してないという書き方なのであります。油の準備がなかった娘たちは、まあ、愚かと言われてしまっているわけですけども、彼女たちはその時点で慌てて油を買いに走ります。その間に花婿が到着し、5人の娘に伴われて家に入って戸は閉じられてしまう。その後で駆けつけても、まさに後の祭りでありまして、宴会の席に入れてもらえないのでありました。せっかく大切な客として招かれ、大役を与えられていたのにということです。この例えばですね、週末、世の終わりに向けての心構えをイエス様が教えてくださっているのであります。まあ、週末と言いますと、かつてノストラダムスの大予言というのがまあ大ブームになりましたけども、何かこう、まがまがしいと言いますか、まあ、怖いようなイメージを抱かせられます。しかし、イエス様の福音を知らされ、信じている私たちは安心できます。それは私たちが聖書の御言葉によって、天地の作り主なる神様が歴史をお始めになり、その締めくくりも同じその神様がなさることを知っているからです。それは次のようなことです。まあ、小さい子供が飛行機に乗って、まあ、一人旅をしております。一人旅なのに心細い様子もなくこうニコニコしてるんですね。でエアポケット人に入ってですね、飛行機が揺れるわけです。それでもその小さな子供は、まあ、安心しきっている。どうして坊やはこんな落ち着いていられるのと聞かれてですね、この坊やはこう答えます。だってさ、この飛行機のパイロットは僕のお父さんなんだ。まあそういう例え話ですね。ヘブライ人の手紙の11章6節に、神様は確かに生きて存在しておられ、ご自分を求める者たちに報いてくださると記されています。ヘブル人の手紙の11章6節。そしてそのことを信じるべしと力強く御言葉は私たちに促すのであります。私たちのことを心配してくれる神がいるかどうかを人間が悩む必要はない。いてくださるのだ、祈りに耳を傾けてくださるのだ、信じるのは当然のことなのだと神様はご自分のメンツにかけて聖書にそのように記させ、約束していてくださいます。そしてその同じ聖書はですね、救い主イエス様が死んで復活され天に帰られたが、もう一度今度は誰の目にも一目瞭然の栄光の主として再びこの世に来られる、まあ、それを再臨と言います。それが終末ということに起こるということを記しております。イエス様はマタイの24章25章でも繰り返し繰り返し再臨と終末を予告され、その備えをしておくように命じられているのです。しかしその再臨終末の時は誰も知らない、ご自分も知らないのだとイエス様はおっしゃっています。24章の36節。しかしその時が非常にこう遅くなり、人々がもうそういうことはないよと勝手に思うような時代になっても、それは確実に起こるということがイエス様の予告です。花婿を迎える乙女たちの例えの中心メッセージはそこにあります。すなわち花婿はどんな深夜になっても必ず来る、そのことはもう分かっている、だから準備をしておいてほしいとおっしゃるわけです。では何を準備しますか。創造主に感謝し、イエス様の救いに感謝し、祈りつつ日々歩むことであります。そして小さな平凡なことでも、自分に与えられた務めを果たし、隣人を愛して生きること。そしてもう一つ覚えるべきことは、全人類にとっての終末、全ての人類にとっての終末に直面しなくても、各人の人生の終末は必ずやってくるし、その時はいつかわからないということです。愚かな娘たちは、ああこうなることが分かっていたら油の準備を怠らなかったのにと言って嘆いたのでしょうか。
その通りです。しかし週末にですね、宴席に入れてもらえなかったという悪夢は幸いなことにまだ起こっていないわけです。そうならないように今イエス様は私たちに警告を与えてくださっているのです。思い出しましょう。私たちの備えは喜ばしく楽しい結婚式の宴会以上に素晴らしい永遠の命への備えなのであります。以上です。